わがままウクレレです。 G ラボではですね、このわがままウクレレが、スタートなんですね。はい、見てください。フルボディ、フルボディっていうのもおかしいですけど、最近ガズレレ、 G ラボのウクレレは薄レレというのはね、結構フォーカスされてますけど、もともとはこのガズのわがままウクレレというウクレレから G ラボのウクレレっていうのをスタートしてるんですね。はい、つまりこれが本当のまあ原型というか、はい、正式名称、ガズのわがままウクレレです。はい、これ文字通りガズのわがままがたくさん詰まってるということで、このネーミングなんですけど、まあ特徴としては、今となっては G ラブでは逆にレアになったというか、このボディの厚みですね。まあもちろんですけれども、薄レレがね、G ラブでは最近すごく、さっきも言いましたけど、ポピュラーになりつつあるんですけど、やっぱりこの厚みがある分、低音がすごいってふくよかだ。音量も今聞いていただかるようにしっかり、この今これソプラノウクレレですけれども、やっぱりしっかりとこうね、ボリュームがある、ボールド感があるサウンドになってます。で、薄レレという、ガズレレのもう一個のね、スタンダードラインがあるんですけども、スペックはですね、ほとんど一緒で、厚みだけが違うんですね。一応こっちもお伝えしてきますとですね、トップはですね、選び抜かれたアカシアの木材になっています。アカシアというのは G ラボで最も得意とする木材で、この写真のように丸田んぼを、切り出して、一番いいところをこのも、ちゃんとこのトップ材に持ってきているということで、すごくね、選び抜かれて厳選のアカシア。で、サイドとバックはマホガニーという木が使われていて、これもですね、ふくよかな音が出る柔らかいサウンドが出るのが特徴の、素晴らしい単板を使っております。全部単板ですね。はい。で、このブリッジデザインは G ラボオリジナルガズが、デザインしたこのオリジナルシェイプを、採用してまして、ポジションマークは、ドットポジションマーク、丸いやつですね。これもメープルの木片、メープルの木、これもですね、メープルという木材が埋め込まれております。これ木に見えないかもしれないですけど、よく見るとね、木材なんですよ。メープルという木材です。で、ここに移動してきて、こっちのヘッドのロゴマークと G もメープルという木材が埋め込まれております。そしてこのペグはですね、1対1のストレートペグに一見見えるんですけど、これギアが入ったペグで、これをですね、6回転回すと、こっちが1回転する。すごく軽量で、ものすごく高性能なペグでございます。これもあってですね、ヘッドがすごく軽いんですね。
で、ヘッドも通常のモデルより今もちっちゃくなってまして、すごいこう、ボディバランスがやっぱめちゃくちゃいいです。そしてガズレレのウクレレたちの最大の特徴がこの弦高の低さです。他のモデルとも共通なんですけど、すごい弦高が低いんで、まあ、とにかく抑えやすい。例えば A シャープとかも、B7 とかいろんな抑えづらいコードも、このウクレレだったら抑えられちゃう。そんなような作りになってます。あとネックの握りも、もう考え抜かれた、もうめちゃめちゃ抑えやすい、握りやすい。もう買って手に届いたその日からもうしっくりくるような、そういうウクレレになってます。もちろんオールハンドメイド、モジャ君はじめ、ベトナム製スタッフたちによる一本一本完全手作りでございまして、ものすごく、素晴らしい一本となっております。まあ全てはここから始まった。 G ラボウクレレというのはここからスタートしてますから、もう本当に何ていうの、原点ですね。これがやっぱり大元になっているという、そんなですね素晴らしいウクレレでございます。わがままウクレレ、さすがの仕上がりでございます。はい、ご紹介しましたのは、ガズのわがままウクレレ、ソプラノサイズでございます。ボディもしっかりとこう厚い単板の鳴りが最大限に引き出されている一本でございます。はい。